そしてこのワニ手羽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 これワニ鳥っぽいんだと思うよ。一旦盛り合わせて一旦それでいいんじゃないかな。フライドカラスとかカラスカラスカラス、じゃあ、行くそれ行くだらけだけど大丈夫。いやいやまんまです。なんかあのコンセプトは謎だよね。サイバーパンクって書いてある。サイバーパンク、サイバーパンクあれから言った普通ではあるんだけど運動会以来ジャムトラフィック。どのポケがインスタでなんかモハメッドとかいうやつからフォローリクエストしたんですよ。テロリストアリアリの方がでもお前が一番あれだよね。親近感ないやつだよ。そうかい。クソみたいなやつだよ。なんか俺はちゃんとした人にはちゃんと返す。ああそうね、そりゃそうだね。俺もそうだ。ちゃんとしてないやつにはもうタメ語で返す。わかります。コメントとかあるじゃん。でなんとかしろよみたいな俺に対してあるんだけど、そういうやつも完全に無視しちゃう。あ、はい、あの大体俺コメント返す基準としてタメ語できたらタメ語返すから、絶対コメントも。で敬語できたら敬語でちゃんと返す。だからお前鏡だよ。ああ、ね、まあ似てるね。自分がやってることを見なさいよと。いや、もしそれイラッとするんだったら矛盾使用してるよって話。そうですね。僕たちの名前が名前を使ってる理由が一つもないんだよ。ないから。全然教えたかっただけ。最近あの朝あの別所哲也のおはようモーニング見てた。JWAVE ラジオ。別所哲也ってすごいいいのよ。別所哲也ね、今日あのないでしょ。注目者は。ないですよね。ハムの人、ハムか分かんねえな。それシルベスタスタローじゃない。うるさくない程度の元気な感じで来るの。 FM でしょ。 FM、JWAVE。 なんか聞いたことある。別所哲也と役所広司がいつも来る。あー、役所広司と違う。トム・ハンクスもね。トム・クルーズ、トム・ハンクスもちょっとね、迷う。あー、トム朝聞いて何の嫌味もない感じ。おはようモーニングっていう、そう、真ん中のタイトル。同じじゃないですか。別所哲也の。あとクリス・ペプラー。クリス・ペプラー。クリス・ペプラーです。やばいね。あ、いいんだよ、めっちゃいい子。めっちゃいい子だよ、あの人。車で運転しながら俺それ聞いて。クリス・ペプラーです。あれ見ちゃうんだよ、急に。声優って鬼丸じゃない。いや、それ誰じゃない、埼玉のさ。ダックワイブでしょ。ダックワイブだよ。俺結構好きだから。ありがとう。面白系ですからね。あれかっこいい系じゃないですか。ちょいちょいエロいこと言う。あれ全然スタリッシュないんじゃない。でもね、あのちょっとあの人のヌタッとした喋りが好きなの。わかる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 。俺最近クリスマスペプラーだ。ベッシュ、ベッシュコーチ。シノボーイコー、シノボーイコー、シノボーイコーです。すっかり。いい子です。いい子です。どうもいい子です。クリス・ペプラーの声めっちゃいいんだよね。めちゃくちゃいいです。あれ、あの人はね、あの明智光秀の末裔らしい。らしいっすね。めっちゃ男前だし。あの人が夕方ぐらいに、なんかゲスト呼んで酒飲むのがあるんですよ。ラジオ、ラジオ。酒飲みながら、ビール飲みながら、ゲストがその酒の当てを持ってくる。その企画好きなの。これうまいね。飲みながらやってる。おー、これいいな、この仕事も。いい声だ。クリス・ペプラーはすごいいいんだよね。いいんだよね。意識したじゃん。いけない。電話で飯誘われたらどんどん行っちゃう。あー、行く行く行く。ピザ行く。西麻布のピザ行く。完全個室。やらしい。さらに違うね。洒落てるお店は余白でかい。いや、余白でかすぎだろこれマジで。余白遊んでるから。余白これってか、そもそも何これ。タルタルです。何の。鹿のです。あ、鹿ね。クリス・ペプラーです。英語の発音もいいですからね。めっちゃいいんだよね。話しやすい人でさ。イコーズ、イコースペース。クリス・ペプラーに行ってほしい。あ、そうだよ、クリス・ペプラー高いよ。あんなクワタで見たいの違うからね。
馬競馬あの宿泊行ったことあるよ、ちなみに言うと馬でねまたいいだね、うん、タンパだねタンパだねあ、美味しい美味しい。これ美味しい。美味しい。待っていい。美味しい。こんな感じなの。クリス・ペプラーのあれ。で、それからビール飲んでる。ゲスト2人で。超いいじゃないですか。いい仕事だと思うよ、これ。別に面白いこと何も言わないんだよ。で、ただ近況聞いて終わるの。もういい声だから得してるよね。そう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 。クリス・ペプラーの。顔かっこいいですけど。顔かっこいい。これうまいね。いい声出してえわ。ほどっぽいわ、俺。なんで俺の酒なにこれって。レモンソー。レモンソー。レモンソー。いい声な。いい声は羨ましいよな。声低いですよね。声低い。響かせますよね。ゆうたさん高いもんな。なんか、会社としても。逆ペプラだよ。逆だ。逆ペプラってあるの声高いのなぁクソメイトないもんなモンタヨシノリだっけあの浜辺かなんかでさずっと叫んで叫びすぎて潰したみたいな長渕剛は焼酎でどの高い強い酒でずっと飲んでや酒焼けしてあの声出して酒焼けしたらどうなんだろうでもさこれが言うたじゃん今 This is This is 言うたじゃんマイケル・ジャクソンみたいな This is it 高音ってさ、でも、まあ、でも誰ですかペプラペプラクリス・ペプラですウノペプラ今ね、新宿で飲んでるよ、3丁目誰ペプラウノユウスケあ、ウノペプラ来なよウノペプラえ、リッコさんとしてウノペプラ三丁目ウノペプラ来るおー今からいやいいねこの新しい展開いい声やってもねすごい憧れたんですよ昔いや憧れるよ動画のを見て、はい、意外と俺声だけんだなと思った動画で自分を客観的に見るってあるよね僕は通ってないなって思うんですよ見てると正直誰が通ってない通ってねえなだから字幕すんのつけてるめんどくせえんだあれが通ってないってボケるから田舎のおじいちゃんみたいでユータとか正直だから字幕スーパーつける必要ないもん羨ましいっすあの編集者からしたらすごいいいよいやでも視聴者側からしたらどうなんだみたいないいんじゃないいやうるさいってコメント結構あるもんこれ聞いて同じようになってるよ生配信うるさいかなうるさくはないようるさくない中口さん、いい声かどうかっていう感じが絶妙で別にいい声じゃないひどいよね志村けんみたいな一人ばあちゃん尿管膜これ多分、あの、おっきり分かるでも、このぐらいの量でクリス・ペプラー、石橋さんに頼るクリス・ペプラー、なりたいその人に頼るのは初めてなりたいねなりたいクリス・ペプラーと人生歩みたいよあーそうだね耳元で言ってほしいよねおやすみおはようおはようパン焼けてるホテル行こうよゲイあ俺が羨ましいと思う人クリス・ペプラーさん一向しなのが羨ましいと思うのは本当にあの人の顔は俺で顔とか人生そのものは俺羨ましいと思うよクリス・ペプラーの顔が出てこないよ出てこないマジで分かるけどちょっとぼんやりだわちょっと調べて調べてクリス・ペプラークリス・ペプラーこれだいや男前でしょクリス・ペプラーかっこいいでしょ向こうからホントだ関連ワードであの明智光秀そうそう明智光秀もねまさかねちょっと似てた今クリス・ペプラかっこいいわいや、こう見るとさ、ショッケーでバッタモンじゃないこれ見て、これひどくないあのね、ほんと新宿のあの、あれみたいな感じでちげえだよ憧れねえんだよどう考えてもクリス・タッカー何しろわからないよしか見れるこれ、なんすかカラスですあ、カラスじゃねえよトグロじゃあ、言うただけでなんかさ、ケントッキーの匂いするんだよね
何ですかその。いや、衣だけ食っちゃったから。ああ。変化させてるうちにも。それはもう糖質ですよ。食うとこあんのこれ。確かに、なんか身が充実してないし骨しかないんだけど、え、マジで骨しかないよこれ。家帰ったら完璧食うとこあんのこれ。ほんとだ、衣だけ。衣だけやん。ネクタイをね、泥水投げられたこれ結構3000だか5000だったりしてなかった。やったか。発散方法。あ、これだ。はい、どうする。結構硬いですよ。カッチェ辛し、カッチェ。あ、もんだの、食べるだの。硬いわ、これすごいよ。できねえよ。なんだよ。全然スタイリッシュじゃねえよ、お肉。なんでちゃう。うるせえからこんなん食わねえよ。どうなんだろうね。ね、熱いものね。もううまいんだろ、これ。どんな食い物だよ。てか、分かった。カラスって食うもんじゃねえわ。店どこじゃなくて、カラスがうまくない。カラス自身のもんね。クラスの問題だ。ウーロン、ウーロンハイを。あと、すごいね、知識もすごいし。まあ、ラジオやってますね。そうだ、パッ出てくるね、いろいろ話が。ドメスティックな今、音楽は今どん詰まりだからね。ボーッと声がすごいの、パーッと出てくる。うわ、こういうことかと思って。あれんだよね、男が憧れる男みたいな。クリスプラ、クリスプラ、プラ今品川ペプラ、品川ペプラ、品川ペプラって苗字、苗字ですよ。これなんだっけ。これは牛すじの赤ワイン肉です。これでもペプラ食いますよ。ペプラ食うね。ラジオ中でそうそう、パリッと落とすたまに。それは嘘ついた。あ、これ美味しいっていう途中で。覗き込んでる人、映像をちょっとさ、めっちゃ吸い込まれる。まあ、動画だけど。これは多分ね、奥に行くとね、クリスペプラーの自宅に繋がるから。リビングでしょ。リビング。お疲れ。ワイン飲んでくる。赤ワイン、白い顔してる。クリスペプラーし、クリスペプラーこれいっぱいすぎない。この店入ったほぼクリスペプラー。弁償徹夜と痛い痛い、そういえば痛い。弱くなってるけど、同じ J-WAVE つながり。J-WAVE リスナーってのは俺ずっと J-WAVE 聞いてるから。朝 81.3 81.43 J-WAVE。 おーら、ペプラーし、クリスペプラー、うのペプラー来た、うのペプラー来た。何かまで行く、三種盛り。はい、クリトリスペプラーです。お邪魔します。クースー、クースーじゃないからそれ。クリスペプラーです。違う。クリスペプラーです。クリスペプラー、クリスペプラーです。ハンバーガー、クリスペプラーです。考えろ。失礼しました。クリスペプラーです。失礼しました。何だよお前。肉食ってるわ。肉だ、肉食ってる。小林共食いだよ。これ味わかんねえ。じゃあ行こうか。これナイジェリア料理でしょ。ちょっとかりゆし的なノリはありますけど、2回ジャズバーみたいなのあるんだよ。テンション高っ。アフリカの音楽が過ぎますね。大地を叶えたライオンとかすごいやつ。じゃあアフリカのビール行こうかな。俺結構ありますよ。大瓶がある。味が全く想像できない。
そうだラララララララテンの血が騒ぐわ。ラテンじゃないですよ。そうだね、シャレてんのかこれ。シャ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 ガルダ？ゴルダ。ゴルダ。アメリカ人が好む木の実を使った液体。こういう印象。アメリカ人みたいな。ちょっと分かります。あんな皮膚硬くねえ。一回の仕方が分かんないな。早めから飲み出した時の疲れ感が半端ないですね。でジジイ出るの早いよね。おっさんなのや。アフリカ楽しいね。この後ナイトサファリですね。ああいいね。ナイトプールだな。シマウマ見ようよ。キリン見ようよ。今日見ようよ。今日。これです。元がこれなんですよ。バナナっぽい。バナナか。バナナか。バナナかでもない。ないんです。バナナじゃないんだこれ。いろいろ気になる。食用バナナみたいな感じ。食用バナナ。バナナは食用鍋や。生で食えないよ。生では食べれないやつ。あのアフリカのお酒何が美味しいですか。アフリカのお酒ですか。はい、アフリカリキュールのゴロゴロっていうのが一番。じゃあこれで。これでいいですか。バナナに塩振ってて。あげてる感じ。あーさっ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 さわかるでしょ。やっぱあーなるほどね。でも日本にはない、うん、芋と見せかけて奥の方バナナ。まあそうだね。はい、ゴゴロ。ゴゴロ？ゴロゴロ。あの一番人気のゴビゴロゴみたいな。次はパームドリンク。パームドリンク。はい。はい。とあアマルーラ、ミルク割りで。あこれがアマルーラ。甘いって言ってたね。こだわり。あメニューする。おお。あこれ多分ロックきついっすね。そうだね、結構きますね。ななえお？飲みやすいし、おぉ、すげぇ。そうなると匂いがすごい。全然飲みやすいわ。あ、おぉ、すごいでしょ、これ。これ多分言うたらそれは厳いよ。それ厳いよ。言うたら言うたら匂いが、これ美味しい。ハーブ系っていうか、パンチ。女性はもう女子大生。はい、巨乳女子大生です。うん、巨乳の女子大生。おぉのけぞった今。おお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 これすごい。これ行った後こう飲むと飲みやすい。ソーダ割りだから、ね、これの後これすごいよ。これ何でしょう。あでもこれはまあ それぞれ分かるんだよ。あのクラブにありそうな。そうこいつは分かるんだよ。あれだね。これすごいよね。なんだあれ。ハーブのロックみたいな感じだよね。すごい。好きです。ハーブロックジャンル。おお毎回同じリアクションだなお前。おお乳首されたらどうなんの。乳首ドリル。キスバイユータ。キスバイユータ。雰囲気ぶち壊し。周りのねちょっとすごいですからね。我々と下田景樹みたいな髪型仕事です。最終回はそうでしょ。下田一杯でしょ。紫なんか、ね、最強になるらしい。なりたらしいよ。最強になるじゃん。身体能力高めたいな。いやだからそしてもそうですね。めっちゃゴリゴリの下田景樹になりましょうよ。いやそれやばいじゃん。ちょっと下田景樹。ゴリゴリの下田景樹っていうのも意味が。友達ラックス。パワーワードだよ。めっちゃカラフルだね頭。全身カラフルですからね。
若干しゃくれてなかったっけ。あでもちょっと顎の主張がこれぐらいのありますね。一回じゃあなんか流中的なのかさまいていけないの。あーちょっと楽しいな、ゆうたにはチェルチェルなんて。あーそうそうこういう昔のフランスの貴族みたいなのめっちゃ良くない。ゆうたにバッサみたいな巻いてるやつ。しかも地毛ででも自営業だからできるよ。できるよ。できるけど人としてどうなのじゃん。絶対彼女できないよ。貴族キャラ。それであの内々のお見えで大作戦みたいなの応募してよ。いやこれはポリシーがあって絶対いじられるよね。変人だよ絶対。なのコンビニ行ったらもう店員から絶対あだ名つけたい。ちっちゃいバッハ。ちっちゃいバッハ。ワイン買わねえんだ。またスモークさん買っていった。お待たせしました、チキンエグシスチューとエマです。エマ、はい、こちらエマ。これどうやって食べたらいいんですか。これ今フィンガーボールをお持ちするんで。ツーフィンガーで。ツーフィンガーで。はい。え、これ一緒に。そうですね、基本的には手で最初にこれで指を拭いてから、はい、ちぎってつけて。あ、これをちぎってつけて、そこに手で食べて。あ、なるほど。はい、多分まだエマが少し熱いと思うんで。熱々ね。熱々ね。熱々ね。うちの方が美味しいんで。あ、なるほど。はい、フィンガーボールで、あ、じゃあフィンガーボールで一回指を清め、一旦マナーだから、マナーマナーだって叩かれちゃうからコメント欄で。アフリカの常識がない。お前そんなんでアフリカの大地立てんのかって。バンってやって、手をつけて、あ、ジャバジャバって、一回ジャバジャバって、はい、で、これで、エマ、エマ、エマ行きました。で、つけて、あ、匂いすごいね。違う、これつけるだけですから。これには触れないですよ。スパイシーが効いた辛いツナみたいな。表現がむずいね。で、これはもちっとしてる。まあそんな感じです。失礼します。ゆうたさん行きましょう。今言ったこと俺すごい手伝いと思うよ。え、怖っ。熱々のエマでしょ。あ、辛い。言ったやん。でも辛いけど味がよくわかんない。味がくない、薄くない。味は薄いかもしれない。結構弾力あります。スパイス効いてるわ結構ね。うん、ツナ、ツナだよね、辛いツナ。おいおい。辛いっていう。骨付きの肉だって。あ、結構辛いね。辛い。みんなこっち食わないでしょ。うまい。チキンうまい。辛っ。その白タル巻くよ。だるで。白タル。まんまくてもまんま。うの担当で。ゆうたさん。担当して。担当俺がやってもらう。お母さんあげればいいじゃん。おい何？エマ。聞いたことねえよ。エマもらったんだ。あんだって。ババアで。今もらったんだ。Because films.